はい、ということで今回の動画は、はい、第3回目になります。今回は一番最初西欧西行きと、はい、で次南行って、はい、今回は東の 東の方で、はい、行きたいと思います、はい、でまず東、まあ、といえばまで行かないですけど、結構東、まあ、やっぱりそうですね、共通して言えるのが、うん、まあやっぱりソ連だったりロシア系の共産国系っていうのもあって、うんはいはい、まあ洋服としてはかなり似ているどの軍も似ているような印象はあるかなと思います、うんはいうん、ですね。確かになんか結構記事でパッとあロシアとか、うんまあ、東の方だなっていうのは分かるぐらいちょっとやぼったいような色味だったり、うんうん、荒々しい生地感だったりとか、うんうん、まあ言っちゃあれですけど縫製が雑だそうですねまあやっぱ多少そういうところは東にちょっとあるのかなっていう気はしてます。そうですね、うん、そんな感じの東ではあるんですけども、うん、まあ結構、まあ、いろんな服の、まあ、デザインソースまでいかないかもしれないですけど、結構まあ元になってる形が多いかなっていう印象のちょっとまあ、まあ、ロシアか、まあ、ソ連ロシア系のアイテムをまず紹介していこうかなと思います、はい、思います。はい、はい、ということでまあロシアソ連系で一番有名といえばそうですね、はい、こうスリーピングシャツになるのかなと思います。まあちょっとこれオリジナルではなくて当店で扱っているブランドさん その元のデザインがロシア軍のスリーピングっていうことなんですけども、はい、ちょうど昨日、うんうん、あの来てくださったお客さんで、はいはい、真っ白のロシア軍のスリーピングに、はいまあ、フランス軍のデニム海軍を履いて、はいはい、でジャーマントレーナーっていう結構、うんうんまあ、王道ユーロミリタリーって感じで着てて、なんか僕もそういったコーデをしてたので懐かしいなって話をしながらはいはい、はい、そうですね、まあ、やっぱり結構定番のアイテムにはなりつつあるのかなと思います、うんうん、そうですね、まあ、やっぱ無難に着やすいですし、うん、で価格も全然お安く買える部分ではあるので、まあ、ロシアといえばって言っても過言じゃないのかなと思います、うん、そうですね、うんまあ、そこら辺のスリーピング系だったりあと他有名なアイテムでいうとタンカースとかですよね、うんうん、まあ、 あのユミ&キューティーさんが、はいはいはい、着用されたっていうのもあって、うんうん、人気がバッと上がったようなアイテムなんですけど、うんうん、やっぱりあれもまあシンプルに服として見てかっこいいですよね、うんうんうん、そうですね、うん、でしかもあれも珍しくミリタリーにしてはブラックカラーのアイテムになるので、うん、そういうところもね、うん、珍しくていいんじゃないかな、まあ、あと実はあんまり、うん有名ではないのかなと思うんですけど、ね、ロシア軍のスニーカーがかなりかっこよく、はいはい、そうですね、まあ、僕らちょっとあのテック系も、うんそうですね、好きな好きな感じなので、はい、意外とそういったスタイリング好きな方に刺さるかなと思うんですけど、そうですね、あの最近で有名なあのスニーカーブランドで、あのリプロダクションオブファウンドはい、はいっていうところが多分ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけども、そこが結構いろんなミリタリーなスニーカーやられてて、その中でもやっぱ結構かっこいいなと思うのがやっぱそのロシア軍のロシアントレーナーと言ってるスニーカーかなと僕もやっぱ思ってはいたので、はいはいはい、あの辺かなり数は多分少ないのかなと思うんですけど、うん、ぜひ自分ご自身に合うサイズ見つけたらちょっとチェックしてみてほしいなって思うアイテムの一つになっております。ロシア軍ボーダーが、うん、そうですね、かなりおしゃれという、うん、ですね、まあ、やっぱりなんか意外とミリタリーミリタリーしてないアイテムもかなりおしゃれなものが多いかなと思うので、うん、そういったものも探しいただけたらかなり面白いアイテム見つかるんじゃないかなと思います、うんうん、そうですね、スリーピングシャツもそうですしボーダーの T シャツもそうですし、まあ、ベーシックに使えるアイテムが結構いいんじゃないかなって思ってます、うんうん、はい、うん、そんな感じでロシアは。そうですね、じゃあ、はい、お次の国行きますか。行きますか。次はやっぱり、まあ、東東で結構有名なミリタリーとしてチェコ、うん、そうですね、チェコ有名かなと思いますので、うん、僕はビールが大好きなので、はい、チェコに行った際はもうずっとピルスナウルケルを飲んでたんですけれども、やっぱりまあミリタリーとしても面白いものがたくさんあるので、はい、ぜひ紹介しようかなと思います、はいはい、はい、ということでまずチェコですね、はい、まあ、ちょっとさっきちょうどビールが好きだって話して、はい、僕も結構やっぱビール好きで、あの大体飲み会とかあの、まあ、飲みに行ってるとここ2人ずっとビールを飲んでたりするんですけど、僕らだけですよね。そうですね僕らだけ飲んでるんですけど、まあ、そんなチェコの、はい、今回アイテムをご紹介できればなと思うんですけど、はい、
まあ、なんか個人的な印象として、うん、これ系の色味がかなり強いかなと、ね、結構上品なブラウンというか、うんうん、やほったくも合わせれるし、そうです、ね、かなり使い回しもしやすいカラーが多くて、うん、これ一応折りがこれ今回ツイールなんですけど、なんかあとヘリンボーンも結構多いかなという印象ですね、うん、この色味の、ね、はい、有名なのはあのプルオーバーのシャツだったりとか、うんうんうん、あとなんか下パンツとかもありましたね、確か。そうですね、そうですね、なんかシフパンツだったり、あ、そうそうそう、そんな感じの、まあ、ベイカーパンツだったり、うんうん、意外とそういうベーシックというかシンプルなデザインのアイテムでこういった生地のものが多いような印象がありますね、はい、もうこの色味を見たら、うん、チェコだっぽいで、なんか結構多いのがこういう緑の紐もついているような感じなのかなと、そうですね、思います。ほんとそんなアイテムがかなりチェコには多い印象です、うんうん、で、あと、まあ、他、まあ、ちょっとアイテムで有名ではあるのがこの辺のパンツですかね。そうですね、はい、タンカースのパンツですかね、うんうん、まあ、この辺はかなりこの辺デザインがギミックが効いてるので、一目見たら忘れられないぐらいの勢いのインパクトがあるかなと思うんですけど、うんうん、意外とこれなんか他の統合に比べて作りいいなっていう印象なので、うんうん、意外とチェコは、まあ、こっちのバークジャケットとかは意外と縫製そんなに綺麗ですけど、意外とこのタンカースに関しては個人的に、まあ、悪くはないぐらいの、うんうん、レベルまでは来てるかなと思うので、あとさっきあのソ連のタンカースもあったように、んはい、結構タンカースのアイテムって面白いものが多いかなって思ってて、うんうん、ね、やっぱパラトルーパタンカース、うん、あたりはかなりギミック効いてて面白いのが多いかなと思います、うんうん、ですね。あと当店で取り扱いしているアイテムとしてやっぱりここら辺、ね、変わった色味のスリーピングシャツだったり、はい、そうですね、まあ、こういうブラウンはなんかチェコっぽいなと思いつつ、うんうんうん、なんかこの色合いもちょっと雰囲気が統一感あるような、そうですね、印象がありますね、うんうん、はい、あと意外とチェコ軍で、うん、あんまり知られてはいないんですけど、あの鴨柄がかなりおしゃれだなと思ってまして、まあ結構近代になるとレインドロップカモとか、そうですね、結構あの、うん、線が入ってるような、ね、ちょっと変わったデザインですよね。まあ結構ドイツとかそこら辺の影響もかなり多いと思うの で、ね、レインドロップとかも東ドイツが引き継いでたりするので、うん、そうですね、うん、そこら辺のアイテムもかなり面白いかなと。そうですね、はい、ただ意外と出てこないので、そうですね、相当ディグって探して探して見つけたらラッキーぐらいの感じでね、うん、全然いいんじゃないかなっていう。そうですね、はい、あとチェコ意外と他にも有名なのがちょっと今一つ思い出したんです、はい、靴系、はいはいはい、はい、まあ、グルカサンダル系の靴だったりとか、うん、あとはパンチングされてるちょっとレザーシューズ、ちょっとそこに、はい、当店でも、はい、白はもうちょっと黒は全部売れちゃってるんですけども、はい、まあ、こういうちょっと白みたいな感じで、まあ、パンチングされてるようなデザインのレザーシューズ系とか、うん、グルカとか、ちょっとその辺はチェコ結構有名なんじゃないかなって思います、うんうんうん、そうですね、まあ、やっぱりちょっと独特な、そうですね、のがチェコには多いかなと、ですね、思います。じゃあお次ちょっと、はい、ルーマニア、そうですね、はい、ルーマニア軍、はい、あんまり印象は、まあそうですね、強くはないんですけど、意外とうちにちょっとそういうアイテムあったりはするので、うん、まあ、ちょっとその辺もお話しつつやっていきましょうか、うん、はい、はい、ということでルーマニアですね、はい、画面移植ですね全く一緒の色なんですけど、はい、まあ、うちで結構取り扱ってて、まあ、有名だったっていうかあったのが、まあ、この辺の、ね、うんうん、スリーピングシャツ、はい、まあ、このデザインは結構特徴的で、うんうん、割とルーマニア軍といえばというようなアイテムかなと思います。で、あとはこういうイージーパンツ系とかも、うんうん、まあ、ルーマニアはいいのかなって思ったりします、うんうん、個人的にルーマニアのこのパンツ見てて面白いなと思ったのが、意外とこういうボタンがガラスボタン使われたりするんですよ。へー、そうなんです、そうなんです、ちょっとなんか削り出しがすごい甘いんですけどなんかめちゃくちゃ雑なガラスボタンが使われたりとかして、うんうん、なんかルーマニアおもろいなっていう風な印象があるような国ですね、うん、やっぱりなんかこのカラーリングもやっぱり東欧の国ならではなのかなと思います。ですね、確かにこの色見ると東欧っぽいなって、うん、どこの国か最初分かんなくても大体そんな感じの印象がつくぐらい、はい、うんうん、ありますよね、まあ、あとこういったような、これも
ミリタリーサマー用のワークパンツにはなるんですけど、うん、はい、意外と薄手の生地が強いのかなと思います、うん、そうですね、意外と、まあ、ジャケット系も有名ですけど、そうですね、ここら辺のラフな、ラフに着れるアイテムをお探しいただいてもかなり面白いのが見つかるかなと思います、うん、そうですね、うん、そんな感じ で、 そうです、ね、今回トウを紹介したんですけど、はい、まあ、結構ラフなアイテム多くて、トウ、うんうん、はトウって分かりやすいアイテムが非常に多いのかな、うんうんうん、やっぱり僕も一度買い付けでポーランドだったり、うんうん、あとはチェコ、ハンガリーは行ったんですけど、はいはいはい、やっぱりそこもあの自分の国っていうよりかは、まあ、ロシア軍だったりドイツ軍のアイテムがかなり多いので、うんうん、まあ、まだまだどこに眠っているかわからないですけど、うんうん、はい、まだまだどんどん出てくるアイテムが多いかなと思いますので、はい、ですね、で今後要チェックって感じかなと思います。そうですね、はい、僕もちょっとこの辺は面白いアイテム多いので、うん、ぜひチェックしていきたいなと、まだまだ、はい、思っております、はいはい、ということでこんな感じで、はい、東欧編ですね、東欧編、はい、終わりにしたいと思っております、はいはい、ということで今回の動画面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、はい、あと僕ら2人のインスタグラムと、あと今回こうご紹介したアイテムなんかは、うん、オンラインショップなんかに出ておりますので、ちょっとぜひ気になった方チェックしてみてください、はい、はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。